マイ FC ロッカールーム。皆さんこんばんは。マイ FC ロッカールームの時間がやってまいりました。マイ藤枝マイ FC の選手のみでお送りする30分、なかなか伝えきれない選手の素の一面も引き出しつつ、普段ロッカールームで話をしている時のような自然な会話でチームの魅力を発信していこうというコンセプトの番組です。本日のパーソナリティは僕、水野大輔が担当させていただきます。番組ではメッセージも募集しています。選手への質問や番組の感想などあればぜひ送ってください。メールの送り先は myfc@gsky765.jp、 myfc@g-sky765.jp です。皆様からのメッセージをお待ちしております。この番組は青函検査センターの提供でお送りします。マイ FC ロッカールーム。ゲストに迎えてお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさて、ここ最近のチームの状況について話しますか。まずはそうですね、いきなり、ちょっと話し始めづらい感じありますね。あ、じゃあ今日須藤監督の誕生日だったので、明日が誕生日なんで今日だと思って俺今日だと思ってまあ今日みんなでお祝いしたということで、みんないい顔してましたね。うん、うん、まあちょっとまた今週のね試合に向けてこう一体感が増したんじゃないかなと。確かに思います。勝ったらね、うん、須藤さんからなんかお返しがあるかもしれないですあるあんじゃないでも今日年相応の立ち振る舞いをするって言ってたんで試合中もちょっとおとなしくするって言ってました本当かな分かんないけどまた熱くなっちゃうかもしれないけどまあそういうところも見ものかなと思います。今週は、ね、うん、じゃ今シーズンちょっと振り返ってどうですか。どうですか。じゃあどうぞ。ケイスケ君からどうぞ。ケイスケっていうの。そうですね。まあ順位が順位なんで、うん、もっと頑張らなきゃいけないなっていうのと、そうですね。もっと頑張ります。うん、どうですか。拍手入ってます。そうですね、期待されてます小笠原選手うん、まあなかなか勝てないですけど、自分も全然貢献できてないので。そんなことはないね。これから頑張りたいって感じです。うん、水野、まだ水野選手は、水野選手まだ0試合ですいや、まあこれからですね。まあ、開幕してないです。これからですね左足ズドンあります、ね、左足ズドン、年一の左足ズドンある、ね、水戸戦でしたね。水戸戦でしたね。おお、去年水戸戦でしたね。そうなんですよ、年一はあるからね。いつ出るかっていうところなんで、はい、待ってますそうやね。まあでも僕の方は怪我も順調に治ってきて、やっと復帰できたところもあるんで、ここからチームに貢献できるように頑張りたいと思います。お願いします。お願いします。みんなで頑張っていきましょうすごい拍手されてる、うん、普段の
練習以外の時間とかどう過ごしてますか？でもちょっと気になるかも、俺、お前ら2人。嘘、マジっすか？陰キャ2人っすか？そう、陰キャ2人。山口の陰キャ2人。それ何もしてないよな、そう、俺マジで何もしてないさ。マジで何もしてない。マジで何もしてない。お前なんかゲームしてるって聞いたけど。でもまあしてるですけど、最近ちょっと昼寝をするように しました。今までしてなかったんですけど、最近ちょっと昼寝していい感じなんで。はい、昼寝回復できてる。はい、昼寝始めました。俺も昼寝するようになったかも。あ、嘘。今年になって持たない。どうすか、うん、確かに体が、うん、うわ聞く人間違えた、まあ、俺は結構元気だからあんま昼寝もせんし、そうアクティブレスト好きやから、うん、めっちゃ眠くなるよな、うん、そう分かる、なんか気づいたらもうね、それこそ本なんて読んでたら俺もう絶対寝ちゃうよ、あ確かに確かにな、寝そう大好きか年一冊で眠くなんないですか、でもマジで、あでもご飯食べた後はなるかも、ね、うんうん、でも寝ないんすか、寝ないね、すごい、ベッドで寝てる、いや俺ソファー、ソファーで寝てる、寝てる、うん、ソファー危ないよな、ねえ20分だけっつっても結局1時間とか、ね、寝て 2時間とか、もう普通にそのまま寝るの、なんか音楽かけてとか、いやもうあんま部屋暗くして寝る気満々、もうそうそうそう、もう昼寝体勢に入って寝るみたいな感じです。何してんすか大輔くん最近は。うーん、打ちっぱなし俺ここ来るとゴルフの話しかしないんだけど、他に行きましょう、してましたこの前、去年もねそういう話して、去年誰ですか、そのラジオの3人は。岡に行くんですか、いやあれ誰だったかな、あでもノブとマサだったかな、ノブやんないっすよ、ノブやんないけど、なんかそういう過ごし方みたいな話になって、そうそう、で、あこれこの前ベスト出たんです、わーすごい、すごさは分からんけどベスト出たんです、99位でした、すごい、やっと100切れましたよ、やっぱやればやるだけ伸びていくんすか、いやまあまあでも伸びてはいくね、うん、うん、センスっすか、センスもある、あいや道具だね、あ道具道具道具ある程度のとこまでいくと、うん、道具、うん、道具になる、本当に分かんないです、今突っ込まれてるかもしれないですよ、そうじゃねえ、そうじゃねえ、それはあるかもしれない、ちょっと岡西くんが、いや岡西一番道具やから一番いい持ってるもの、岡西一番道具やから、道具とあの練習に時間かけてるからすごいね、練習後に行ってるってことでしょ、たまにさ毎日はいかない、ああ毎日、でもね、なんていうの、ストレス発散にもなるし、うん、そのまあずっと打ってるわけじゃないからちょっと休憩する時間があるじゃん、ね、うん、その時にまあなんかコーヒーとか飲みながら、うん、ずっとサッカーのこと考えるっていうのもある、ある意外とね、そうそう、場所を変えるって大事やから、うん、いや若手も積極的にゴルフはやった方が、いやそれはもう本当ウェルカムだね、あ本当に連れて行きたい、みんな、そうだね、翔平全然やってないもんね、そうっすね、怪我して全然やらなくなります、もうそろそろできるんちゃう、そうですね、もうそろそろですね、はい、行きましょうマジで、うん、岡くんも、岡去年やるやる詐欺してた、検討します、検討やらんやもう結婚もしちゃって余計やりづらくなっちゃってる、そうっすね、家にいます僕はずっと、そう、新婚だからね、どうですか新婚、話はだいぶ変わるけど、いやでも結構家事とかやってくれるんで、あそう、助かってます、今もし聞いてるかもしんないで、しっかりごますとかね、そうじゃポイント貯めといた方がいい、ポイントカードポイントカード送られる送られるやばい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 、何年目っすか、俺はもう10年目とかになる、10年目、そうやね、10年ってすごいな、早かったからね俺は、いいな新婚に、今も一番楽しいんじゃない？そうっすね、楽しいっす、ご飯やってくれるの大きいよね、ご飯大きいっすね、ご飯どうしてるんすか最近自炊してます、あ自炊あれ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 そう、で翔平も自炊やる、結構そうっすね、結構作ります、ね、家にいるんで、何作んの、
いやでも結構鶏肉、いや生姜焼きばっかかもしれない結構毎週生姜焼き食べてるかも。それも塚本で食べてもらって確かになんかもうね、外出るのももうめんどくさいって時あるんですよね。だからもう、まあわかるわかる、はい、家で作る方がね。そうっすね、 YouTube 見ながらどう食べてやろうまあはい、たまにマリカーのマリカー最近見てないの、はい、最近見てないですね、今年全然見てないです大体移動の時マリカー見てるから去年ね、それ去年めっちゃ見てる、マリカーばっか見てた。それでモチベーション上げてんの。そうですね、はい、モチベーション上げてました。上がんねえだろあの後にやんの、ん、あの後に自分でやんの。いや自分で、あ、まあやるけど、でもやんない時も全然見る。見てるだけってこと。最初とか持ってなかったのに見てたもん。マジ。そう、スイッチ持ってなかったんですけど面白いそれのなんか知識だけ増えてくるんですよね知識つくんや、そう、あれで知識つく。そういらんやん、持ってないのに。そう、持ってないのに知識なんすあれスイッチだっけ。そう、スイッチ、スイッチ、スイッチ。なんか持ってる。持ってないね。持ってない、うん、ゲームしないっすね。俺もしないね。しないっすよね、大輔くん。マジっすか。全然しない。携帯のゲームとかは全然しない。あ、マジっすか。未知に無理やりモンスターやらされてる未知くんずっとやってますもんね今日このコラボ来ましたよって、ね、ガチャ引いてくださいっていつも言われるゲーマー、今貯めといてくださいとか言ってめっちゃ言われる、入っていってじゃあここで1曲お届けしますか。はい、じゃあここで1曲お届けします。僕のリクエストで、あ、でも曲の思い出があれば一言これはね、まあ、僕カラオケ好きで結構1曲目ぐらいに歌う曲なんですけどそれでは聴いてください世界の終わりで虹色の戦争。時刻は19時45分になりました。この時間は小笠原選手、川上選手をスタジオにお招きし、僕水野大輔の進行でお届けしております。選手のみでお送りする30分、 MyFC ロッカールーム。ここからは MyFC インフォメーションの時間です。クラブからのお知らせを本日は2つお届けします。まず1つ目は5月3日金曜日、ホームゲーム群馬戦、ホームタウン島田デイ開催。次回ホームゲームはホームタウン島田デイとして開催いたします。島田市にお住まいの方はなんとチケットが特別価格になります。 C 自由席のチケット、通常2800円のところ1000円にてお求めいただけます。こちらは最大5名様まで同時にお申し込みいただけて、申し込み期限は5月1日水曜日までとなっております。島田デーということで、島田市観光協会ブースでの物産販売や観光名所宝来橋をイメージした射的ブース、その他島田市の関連出店などイベント盛りだくさんです。さらに消防車や救急車といった働く車がスタジアムに大集合。高所作業車からはお菓子巻きのイベントも予定されています。これだけではありません。ゴールデンウィーク子どもの日特別企画ということで、蹴っ飛ばし小僧のふわふわが無料でお楽しみいただけます。さらにさらに、小学生以下先着800名様にオリジナルデザインの巾着袋をプレゼント。開門と同時にビジターゲート以外の全ゲートにて配布いたします。5月3日はぜひご家族お友達と一緒に藤枝総合運動公園にお越しください。お越しください。お越しください。1000円ですからね。1000円です。すごいですね。なんと5名まで行けますからね。え、蓬莱橋行ったことあります？1回あります。あ、僕もあります。1回ある。俺ないです。ないですよね、はい、ないですよね。行ってください。はい、行ってきます。ちゃんと行ってください。はい、行ってきます。最後まで行きました。最後まで行きました。あ、一応復させていただきます。すごい、どこまで繋がってるんですかあれ。なんか奥にね、神社かなんかあるんだよ。あ、そうなんですか。途中で諦めましたソフトクリーム片手にその気持ちも分かる。じゃあ次行くか。はい、
続いて2つ目です。ファンクラブ会員限定鮫島浩太と行くスタジアム見学ツアー。5月3日の群馬戦から藤枝前 FC でもプレーした OB 鮫島浩太さんがガイドを務めるスタジアム見学ツアーがスタートします。こちらは2024藤枝前 FC ファンクラブ蹴っ飛ばし小僧の仲間たち限定のイベントとなっております。普段は立ち入ることのできないピッチやベンチ、会見室、ロッカールームなどをサメくん目線で案内する特別なツアーです。会員限定ということで、まだファンクラブに入っていない方はぜひこの機会にご入会ください。直近の群馬戦はすでにお申し込み期間が終了となっており、たくさんのご応募いただき抽選となりました。次回の皆様のご参加をお待ちしております。サメくんって呼んでるんや。いや、俺サメくんって呼んだことないですね。俺はコウタくんです。コウタね、戻ってきたからね。はい、戻ってきましたね。これ特別な体験ですね。はい、特別な体験です。はい、はい、以上マヨシインフォメーションでした。じゃあここからはまず質問、募集したメールを答えていってみますか。はい、何だろう、何からがいい。あ、これいいんじゃない。イライラしたり、あ、ラジオネームつかサッカーさんから。イライラしたりムカムカした時のストレス発散方法を教えてください。サッカー以外で。サッカー以外で、これでも結構分かりそうやね。イライラしたり、じゃあ小川から。甘いものを食べる。おー、甘いものね。それはお菓子とかケーキとか。ケーキとか。ケーキなんすか。あんまイライラしなさそうじゃない。そう、あんまイライラしないかも、ね、そもそもね。うん、トイスケくんもじゃないですか、うん、どっちかと言ったら、まあまあ、イライラすることないね。自由に自由に生活しようかそれこそチッパとかで発散したりとか。あ、まあまあまあ、それめっちゃいいですよね。いやでもイライラしたからそのゴルフ行くとかじゃない。あ、まあまあそうですけど。すいません、うん、やめてそうだと思ってた。神聖なスポーツ。そうそう、神聖なスポーツだから本当に。すいません、ゴルフは。まあでもストレス発散にはなるかもしれない、うん、つかなんと。そうですね、いいショット打った時は ね、まあ、そんなイライラしないですね。確かに、まあ、した時だよ、した時。まあした、マリオカート、ね、いや、周り返したらもっとイライラするんで寝る、寝る。ガキンチョやな。はい、ね、寝るっすね。はい、ガキンチョやな。ガキンチョやな、お前。生活ガキンチョやな。次行きましょう。は甘いもので。甘いもの。ケーキ。ケーキ言っとかんでいい。あ、好きな。言っとかないです。好きなケーキは何ですか。はい、言っとかないです。はい、言っとかないです。言っとかない。ヤムに怒られちゃうんで。ヤムに怒られちゃう。なんで。甘いもの食べすぎるとヤムストイックなんで。いや、ヤムも実は食べてるよきっと。いや、やつは食べてない。食べてない。やつはストイックだ。ストイックそれ。じゃあもう一個ぐらい。あと2。山口県とかね。これとかいいんじゃないですか最初。あ、違った。あの差し入れ。あ、差し入れ。あ、違ったね。一番最初にあったね。ほら、好きな。あ、これか。ペンネームないね。何回も聞かれてますが、日々変わるものだと思うので、差し入れでもらって嬉しいものを教えてください。うん、岡とかも差し入れすごいからね、うん、いや今年少ないっす。今年少ない。皆さん少ないそうです。試合出てないんでやっぱ。いやいや、そんなことない。シビアな。まあ連とかすごいよね。連とかすごいす、ね、すごい。あいつも誕生日なんだっけ、そろそろ。あ、そうなんすか。なんか、そうだよね。へぇ、あ、さて、うんうん、今日なんか4月6日にちょっと4日。あ、4月2日に眠すぎてるわ、4月2日。やばいやばい。あんま喋らん方がバカバレるって。28。あと使ってみるか。そうそうだ。嬉しいもの。な、初衛も結構もらってるイメージあるけど。まあ、そうっすね、いただいてますね。嬉しいものか。でも人それぞれ、オガとかね、コーヒー豆とかよくもらったりね。コーヒー豆嬉しいっすね。コーヒー関連。
これこの前サボカードいただいて、ああいいっすね、早速使おう。米田カードじゃなくていいか、米田もいいね、米田米田のイメージありますね。俺さ、オガに誕生日にさ、はい、米田の、だいたいみんなスタバ送るじゃん、あ、はい、だから米田のさ、なんていうの、ラインギフトみたいな、あ、はい、送って、米田いいよね、米田いい、愛知ですしね、そうそうそう、あ、そうなんですか、米田、そうだ、愛知県し、あ、そうなんですか、そうそう、俺は結構行くよ、モーニング。全然行かないですね。モーニングいいっすよ、モーニングめっちゃいい、モーニングの文化めっちゃいいよ。あ、マジっすか、うん、なんかパンが ついてくるんでしたっけ、なんか。そうだよ、バカにしてる。しないそうだよ、コーヒーについてくる、いいっすね、卵と一緒に。そう、え、いいの差し入れ、いいような気ですか、結局。何もらっても嬉しいです。好感度上げてきたし、はい、怖そうですね、はい、そうか、もう一個ぐらいですね、もう一個ぐらいですか、あ、じゃあこれ、ペンネーム、サポーターネーム、ペンリサさん、小賀、大輔さん、翔平くん、こんばんは。今日の3人は山口と愛知の出身ということですが、静岡の方言で何これって思ったものはありますか。またもしよろしければそれぞれの地方の方言で話してください。山口方言あんの、うん、めちゃくちゃあります。めちゃくちゃ、ね、結構でももう抜けてる、うん、もう分かんない、もう標準語みたいになってます。あ、そうなの。いや、そりちゃん困りっすもんっていうぐらい抜けてるっす、うん、忘れました。ふとした時出てこない、出てこないか、出てこないね、してない時の方が。大輔君は、俺は、なんか、なんとかしやとか、あ、しや、なんとかしやとか言うね、とか、なんだろう、やっときゃとか、あ、やっとけばみたいな時に、それやっときゃとか、なんだっけ、翔平がいつも言う、静岡の方言、しん、いくら、あ、いくら、ラーめっちゃ使ってる、いいラーとか言う、俺にめっちゃラー使ってくるんですよ。そう、ケイスケがラ使うなって言われます、いつもラやめろって。でも長いもんね、静岡、うん、いやでもあれはわざと、そう、うん、俺シンって言うよ、シン行こうかシンとか言って、ああ初めて聞いた、嫁に使うシン行こうかシンとか言って、シンってあるんですか、ガチで。シンって多分そうだよね、まあ、クロちゃんで、クロちゃんが使ってる、違う、クロちゃんそこから撮ってるかもしれない盛り上がってますけどもそろそろお別れの時間が近づいてきましたんで最後までお聞きいただいた皆さんありがとうございました。この番組は青函検査センターの提供でお送りしました。ではゲストのお二人から一言ずついただきましょう。じゃあまずは小笠原選手、楽しかったです、またやりたいですこの3人でってこと、この3人ぜひ打ちっぱなし打ちっぱなしに連れて行きますじゃあ翔平、楽しかったです。ちょっとなんかあるでしょそうですね、あ、まあ、うん、まあでも、はい、ま、真面目なサッカーの話で言うと、あの今週は本当に、まあ、今週も本気で勝ちたい、勝ちに行くので、まあ、アウェーまであの応援来てくれると本当に嬉しいです。前回のアウェーは横浜市だっけ？そうそう。ソメシ戦たくさん来てたよね。めっちゃ、はい、ダゾーンで見てて、はい、めっちゃ良かったっす。めっちゃ良かったよね。はい。ぜひ初戦も力を貸してください。メッセージをくれた方々もありがとうございました。次回の放送は5月8日水曜日19時30分からです。毎回3選手が登場、次回の3人は誰になるでしょうか。皆様ぜひスタジオ前に遊びに来てください。なんか組み合わせ面白そうとかある、誰ですかね、いつも3人でいる、誰だ、チリ妖精コウタロウ、いや、ソネ
あ、そうね。飯行ってないですか？あ、なんか骨会みたいなのがあるもんね。やってますね。あ、それいいんじゃないですか。ちょっと期待して。やってます？うん、まだ。あ、出てんだ。そうそう。はい。スタジオ前にお越しの皆さんは、この後僕たちと集合写真を撮影しますので、窓ガラス側にお集まりください。今週末はアウェーで水戸ホーリーホックと対戦します。そして次のホームゲームは5月3日金曜日ザスパ草津戦となります。ザスパ群馬戦となります。現地でダゾーンで熱い応援をお願いします。それではまたお会いしましょう。せーの、さようなら。素晴らしい進行です。お疲れ様でした。ぴったりでした。